ケヒロー、はい、どうもこんばんは、YouTuber、ヒロックでーす。ちょっと喉の調子が悪くて、すみません。え、これ逆？え、後ろ見てみ。後ろ。え、ギャグー！あー、ギャグだ、かんだった、ギャグー。なんで後ろ？え？逆？あ、逆じゃん！逆！こうやってグリ、逆！あ、逆だ！逆だ！ウクが逆！ウクが逆！お前ちゃんだよ！ウクが逆！ウクが逆！うぅ、痛いね、痛い、逆！あいつなんだよ、違えたんだよ。お前、逆だ、逆だ。お前、逆だ、逆だ。ああ、逆だ。気づかんかった。これ逆よ。あしたこれで1、2台、2台の場合、1週間。逆だ。これ逆。もうだから言わねえよ。なんで逆な。逆だー！おーい、逆じゃねえか。ちょ、待ってくれよ。皆さん申し訳ありません。すみません。帯は関係ないよ、帯は。帯は関係ないよ。今回はね、こちらセブンイレブン、ほんのり甘いストレートティー、心が落ち着く、飲み物をデビューしたいと思います。帯がついとっても関係ない。セブンイレブン、ほんのり甘いストレートティー、ね、これ僕もね、飲んだことあるんですけど、まあね、僕も今まで飲んだことあるんですけど、ストレートティーですね。タイトルがほんのり甘いストレートティーですね。まあ、要はストレートティーですね。僕もね、これ今まで飲んだことあるんですよ。めちゃくちゃ甘い。女性には合う、なんか、飲み物らしくて、僕もちょっと最近飲み始めます。ティー！やっぱりすごいですね。ペットボトルのね、この、これ、すごいですね。まるで便利です。いてて。まず、本来だったら、そのまま飲むんですけど、香りから。ああ、いい匂い。いい匂い。オーケー。心が落ち着く。ちょっとね、結構ホップイッター落ちてみよー。結構ね、味はね、うまいですね。やっぱりこれ、まあ、ストレートティーなんで、タイトル通り美味しいんですけど、砂糖が入ってるね、一番の砂糖が入ってて甘みが効いてる、なんか効果、飲んだ時にすごいね、心が癒されるっていう。逆に砂糖がなしだと不安で思う。え、これ砂糖入ってないのって思う。やっぱりこれ砂糖入ってるから、もうなんていうの、バッチリバッチク、すごいですね。これはすごいですね。結構いいですね。これまあセブンイレブンで買ったんで、まあもしかしたらファミリーマートとかローソンに行けばあるんじゃないかというのが出てほしい商品ですね。ぜひ、ハッピーなどで、買ってみてくださっていい。すごいですね。思ったんですよ。あらかじめ帯取っとけばよかった。帯取っとけばよかった。まあいいや。男は細かいところは気にしない。俺が言うんじゃなかった。
ポリエンジンやったらそこはいらねえポトー横もどうぞポトー